はい、皆さんどうもこんにちは。ひろしの隠れ家です。今日のひろしの隠れ家はアイランズモルト選手権ということでですね、ウイスキーの飲み比べをねしていきたいなと思います。でね、今日飲み比べるウイスキーなんですけども、まずスコットランドのウイスキーなんですけども、スコットランドといえば大きく6つの地域に分けられますね。スペイサイド、ハイランド、ローランド、アイラン、キャンベルタウン、そしてアイランズと分けられるんですが、今日はですね、アイランズ地方に着目した選手権ということですね。そちらをね、行いたいと思います。アイランズ地方といえばですね、スコットランドのアイラ島を除く島々の総称になるんですけども、具体的にはオークニー諸島、スカイ島、マル島、ジュラ島、アラン島、ルイス島を指します。で、主な蒸留所は現在7つあるんですけれども、アイランズモルトの特徴はですねなくて、それぞれの蒸留所が異なる個性を持っていて、特徴をね決められないくらいに個性豊かな蒸留所が揃っています。そんなねアイランズ地方のウイスキーを飲み比べてみて、まあ、私の個人的な好みの一杯がその7本のうちのどれなのかっていうのをちょっと知りたいなということでね、ちょっとやっていこうかなと思います。で、ちょっと残念ながらですね、アイランズ7つの蒸留所あるって言ったんですけども、2008年に新しくできたルイス島のアビンジャラク蒸留所のアビンジャラクは持っていないので、最近ちょっと出たばっかしでなかなか手に入れられないので、それはちょっと除外して、今回はですねハイランドパーク、スキャッパー、タリスカ、トバモリ、レダイグ、ジュラ、アラのね6蒸留所7本の飲み比べをねしていきたいなと思っています。で、トバモリ蒸留所からはトバモリとレダイグをエントリーしています。このね、全部で7本のアイランズモルトですね。こちらの飲み比べをちょっとしていこうかなと思います。それでですね、ちょっと早速飲み比べていきたいんですけども、ルールとしてはですね、こう、グラスを7つ用意しますね。で、そこに、うちのおかみさんから15ミリぐらいずつこう全部入れてもらって、そこに付箋をね、貼っていきます。で、その付箋を今度その蒸留所7つウイスキー7つ載っている紙にその付箋をこう貼ってってもらって、でそれを飲んで後でその答え合わせをしていくみたいな感じにしていこうかなと思っています。ちょっと早速ね、神さんにこれついでもらってやっていきたいなと思います。ちょっと初めてのことなんでちょっとどうなるかわからないですけど、試しにやっていきたいなと思います。はい、それではですね、早速神さんからこのようにね7種類のウイスキーをねグラスに注いでもらったので、ちょっとこれをね早速飲んでいきたいなと思います。それですね、改めまして今日の7種類なんですけども、アイランズモルトの中からこれね、トバモリ、レダイグ、ジュラ、ハイランドパーク、キャッパ、アラン、そしてタリスカ、こちらをですねグラスに何が入ってるかは分かりません。これをちょっと飲んで、自分がね一番好きな味はどれかっていうことを決めていきます。別にこうブラインドテイスティングするわけではなくて、多分そんなの分かりません、私は正直なので、自分が好きな味がどれなのかっていうのを先入観なしでねやっていこうかなと思ってるので、ちょっと飲んでいきたいなと思います。
まあ、右からねちょっと一回飲んでいこうかなと思ってます。では早速こっちもね緑色の付箋から。おお、あー美味しい。なんだろう、結構こうなんだろうな、ピートスモークがそんなにない、結構甘口な、あこれ好きですね。うん、美味しい。次まあどんどんいなんですよね。青かこの緑、これですね。でどっちかというとやっぱりこの緑が一番好きかなという状況ですが、これなんでしょう、ちょっと答え合わせをね早速していきたいなと思うんですけども、まずですね、あの私が一番好きなのは緑です。緑が一番好きな味です。香りとね味わいともにねすごくドンピシャです。ストライク入ってます。でただねこれ何かとねこう言われた時に、一応私はねこういう風に書いてます。でちょっと見づらいので口で言いますけども、緑はここに書いていきますね。じゃあ緑はねハイランドパークだと思うんですよね。ハイランドパークは私好きなんで。でね、このピンクはスキャパじゃないかなと思います。で、このオレンジね。オレンジはジュラじゃないかなと思ってるんですけども。これ、めちゃくちゃでもこんなの発表するのめちゃくちゃなんか恥ずかしいんですけど。お蔵入りさせます。これあんまり外れてるようだったで、薄ピンクはねレダイグじゃないかなと。結構ピートスモークが強いんですよね。で青がねアラン、あれ違うな、黄色がソバモリで、最後がタリスカ。まあ、本当にこれは第一印象です。第一印象で飲んだ感じはこのようになりました、ね、これは早速答え合わせをしていきたいなと思います。はい、それではですね、今ちょっと神さんの方からですね答えをここにこう出してもらうんですけど、じゃあ答えをお願いします。あれ全然違う全然違くね、なんか合ってるやつある、全然違うよ。ちょっと貸して。え、ちょっと待ってくださいね。私が一番好きだと言ってたこの緑ですね、緑の答えはねジュラでした。私ハイランドパークって予想してたんですけど全然違います、全然違いました。いや、わかんないわ、これ。で、私がスキャッパと予想したピンク、これアランでした。アラン。全然違うし。で、私がね、ジュラと予想していたこのオレンジね。これがハイランドパークでした。でも、ああ、そっか。ハイランドパークとジュラが本当にこう逆転してるような感じです。で、レダイグと予想していたのが、あ、これは合ってますね。あれは合いました。レダイグは合ってます。で、私がアランと予想したやつが、スキャッパでしたね。スキャッパでした。で、私がね、トバモリーと予想したいものが、はトバモリーでしたね。あ、これは合ってましたね。で、私がね、タリスカーと予想した、あ、これはもう合ってますね、タリスカー。お、なんかでも、7つ中、?3 つは当たってました。だけども、好きなものを間違えてるっていう。あ、これハイランドパークだと思ったんですけど、ジュラでしたね。あ、そっか、そういうこと？
まあ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 、でもいいじゃないですか。まあ半分はいかないですけど 40% ぐらい当たってるじゃないですか。まあだったらいいでしょう。まあいいんじゃないですか。でもうん、違うね。結構違ったな。全然違ったな。いや恥ずかしい、恥ずかしい、お恥ずかしながらね、結構外れてました。まあ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 、まあいいんじゃないですか。でもね、まあということでね、こんな感じで、まあ自分好みはジュラだっていうこと。これジュラね、ジュラでした。これはね、ジュラでした。ジュラね。いやー、やられましたねこれね。この企画ね、結構神さんがこう仕掛けてきたんですけども、面白いですね。これ以前ね、あのなんだっけ、ハイランドパークと、違うな、マッカランとグレンドロナックと、なんだっけな、マッカランとグレンドロナックと、あ、アベファイルディ12年を突然カミさんが持ってきて、好きなのどれみたいな感じで聞かれたんですよね。その時に、まあ私はマッカラン好きなんですけど、その時はね、マッカランがです、これうまいよって言ったら、何これって言ったら、マッカランって言って、まあ、面白いなこれっていうことで、ちょっと今回のそのね、ある程度揃っているアイランズモルトでちょっとやってみたんですけども、これ面白いですよね。なかなかね、こういう風に楽しむっていうのもいいんじゃないかなと思いましたね。でも本当にね、こうやってブラインドテイスティングをすると、こう情報があまりないじゃないですか。なんかこう、なんだろうな、銘柄を知って飲むとやっぱり前情報があるじゃないですか。こう先入観で味わいも変わるんですよね。こう値段だったりとか、あとそのやっぱり銘柄によって、これを美味しいと言わないとなんか自分がおかしいんじゃないかなっていう風な、ちょっとプライドもあるじゃないですか。そういうのが邪魔して、こうまともな自分なりの感想を言えなかったりするんですけども、こうやってブラインドテイスティングすると、もう真っさらな状態でこうね、ある程度自分の感想というか、自分が好きな、あ、これ好きなんだなっていうのが分かるので、こういうの面白いなと思いますよね。本当にね、こうやって無駄な情報がないので、まあ、本当に純粋にね、自分の好きなものが何かっていうのがね、今日分かりました。私はね、アイランズモルトの中では、ジュラが好きです。はい。ということがね、分かりました。いや、でもこういうのいいですよね。だから今度は、なんかこういうの、高いウイスキーと、いや、安いウイスキーでやってみたいな。なんか前情報なくね、こう自分でどっちが好きかとか。で、安い方が美味しいって言ったら、もうそれはそれでいいかなと思うんですよね。それすごい素晴らしいことじゃないですか。安いお酒で満足できる自分の舌は最高じゃないですか。それはそれでね、いいんですよ、それで。まあ、本当にね、いろいろなジャンルでこう分けてね、自分好みをね、見つけてみたいなと改めてね、思いました。ぜひね、皆さんもこうやってね、まあ、アイランズだったり、アイラだったり、スペイサイトだったり、ハイランドだったり、ローランドだったりっていうのがあるんで、その辺からこう見つくろって、で自分の好きな味がどういう系統なのかって、こうやってブラインドテイスティングをしながら確かめていくっていうのもいい方法かもしれませんね。はい、ということで、今日のヒロシの隠れ家はアイランズモルトの好きな銘柄は何だろう、アイランズモルト選手権、こちらをですね、ご紹介させていただきました。ではまた。